そういったわけでございまして、いい豚バラが入りましたんで、今回は叙々苑の焼肉のタレで炒めてみました。最後としましてはこちら牛乳プリン、トマト野菜ジュース、ブロッコリー、ゆで卵となっております。やはりね、ジョジョエンのタレ美味しいですよ。間違いない。甘口タイプが苦手じゃなければおすすめの商品ですね、ジョジョエン。そしてブロッコリー、卵、ゆで卵、これちょっとうまくできたか割ってみたいと思います。はい、パカッてった、パーフェクトショー。そういったわけでございまして、今夜の晩御飯でした。ご視聴ありがとうございます。はい、そういったわけでございまして、今夜の晩ご飯はなんとジンギスハン。はい、こんな感じになっております。サイドとしましては、いんげん、ゆで卵、みかん、そして牛乳プリン、納豆、野菜ジュース、各種トマト野菜ジュース、しっかりと漬け込まれた牛、甘辛のタレがたまりません。チャンネル登録、高評価ボタンお忘れなく。
はい、そういったわけでございまして、奥さん、いいタンスを入りましたよ。このカラー、そしてこの肉厚ですよ。もうね、一言で言うならずーっと食べていたい。サイドとしましてはブロッコリーとゆで卵、今回はキューピーマヨネーズを使用しております。そしてトマト野菜ジュースにみかん、そしてジュース各種に納豆となっております。こちらはね、シンプルにお塩だけ、味塩を使用しております。このね、食感最高。もうご飯との相性は悪いですけど、その分サイドに豚バラも添えました。お米は一目惚れを使用しております。牛タン最高、厚切り牛タン最高です。そういったわけでございまして、本日の突撃隣の小池の晩御飯でした。チャンネル登録、高評価ボタンお忘れなく。ご視聴ありがとうございました。はい、そういったわけでございまして、今夜はカリフラワー、こちらを茹で上げています。メインディッシュはピザ、たまにはイタリアンもいいですね。チキンチーズピザ、美味しかったです。サイドとしましては、ゆで卵、みかん、トマト野菜ジュース、納豆となっております。本日もご視聴くださり、ありがとうございました。
かけて味変しております。ピザにマヨネーズ、もちろん合いますよね。といったわけで、チャンネル登録、高評価ボタンお忘れなく。卵もゆで卵うまくできたでしょうか。完璧です。はい、そういったわけでございまして、今回は美味しいカレーの作り方紹介していきます。お肉たっぷり使っちゃいます。まずは人参を茹でて、でお肉の脂身がたくさん出るんで、これも湯通ししまして、油分、そしてアクを取っちゃいます。そして今回はチキンカレーにするので、胸肉、そしてカレールーはこちら、ディナーカレー、これ使用しました。そしてフライパンで炒めます。お湯を入れまして、いよいよカレールー投入します。お肉たっぷり、野菜たっぷりカレーに仕上げました。はい、完成がこちら。ひき肉、ひき肉カレー、ひき肉チキン野菜カレー、どうです奥さん、明日の晩ご飯カレーにしたくなったんじゃないでしょうか。ディナーカレー2日目、3日目あたりが最高に美味しくなります。以上です奥さん、本日は美味しいカレーの作り方を紹介しました。今回は野菜とお肉ちょっと量を入れすぎちゃって、でお水の量はそのまま基本の計量でやったんで、少ししゃばってます。シャバシャバになっちゃいましたね。え、グッドボタン、高評価ボタン、チャンネル登録お待ちしております。今夜はカレー料理でした。我が家は焼肉屋さん、我が家は焼肉屋さん、我が家は焼肉屋さん。ということでですね、見てこれ、焼肉オンパレード、使用したのは焼肉の大好きな焼肉のタレ、焼肉の
リッシュは焼肉丼。サイドとしましては牛乳プリン、みかん、ブロッコリー、焼肉のジャンのタレ、ジュース各種。これ豆乳のあまおうなんですけど、これ意外とおすすめ、美味しいです。この辺もね、この辺もおすすめですよ。アーモンド効果ね、アーモンド効果もかなりいいです。アーモンド効果って皆さんどんな効果かお分かりですか？アーモンド効果は酸化を防いでくれる、日々の酸化を防いでくれる、老化防止ですね。で、肌にもいいということでね、焼肉ね食べていきたいと思います。やっぱりね、ジャンがね一番うまいですよ。このね、やはり自分どちらかというとトロトロの焼肉のタレよりサラサラの焼肉のタレの方が好きなんで、ジャンはねサラ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 でね、程よいコチュジャンの旨味がギュッとね凝縮されてるんで、最高の焼肉のタレかなと自負しております。タラタラと語ってしまいましたけど、今夜の小池の晩御飯でした。で、そういったわけでチャンネル登録、高評価ボタンお待ちしておりますよ。奥さん、ご視聴ありがとうございました。